はい、皆さんどうもテントモです。 KOF オールスターの実況となります。前回に引き続き今回もまたファイターガチャを回していこうと思います。で、今回の狙いも前回と同じくね、前回引くことができなかった、はい、こちらプリティギース、こちらを再度狙ってリベンジを果たしたいと思います。で、今回は確実に絶対こいつを取って終わります。はい、絶対にこいつを取って終わります。で、取れます。はい、というのも、はい、こちらね、マイレージ報酬があとね60連、まあ正確には59連かで、このねマイレージスペシャル報酬、はい、こちらをついに初めて取ることができます。はい、で、ね、未勝利ファイター今4体ねピックアップに入れておりますが、これでこのねギースを取っていこうと思います。なので、こちらで60連、そしてまずはあのいつものようにチケットを使って40連しようと思います。なので、先にチケット40連、でその後こちらのねルビーで60連して、まあ、計100連でね、今回もまた100連で最終的にね、それまでに出てくれるのがありがたいんですけども、出なくてもマイレージスペシャル報酬でプリティギースを獲得するという流れでございます。ではね、お付き合いよろしくお願いいたします。さて、それではまずはね、ガチャチケットから引いていこうと思います。ね、今281枚ね、まだ溜まっております。では本日10連目いきたいと思います。まあ、もう提供割合の方は前回ね確認しているので、はい、同じでございます。ではいきます。前回はね、紫枠すらね100連で一体も来なかったっていうね悲劇だったので、ね、ギースがたとえ来なくても紫は一体ね来てほしいなっていうね感じでございます。ではいきます。ほい。さあ、どうかな、今日は、今日の運勢はどうか。この前もう点でダメだったのでね、はい、黄色から赤になった、よし。はい、うん、まあね、星5自体はね毎回来たんですよね。マリー、はい、ハッピーバレンタインマリーゲットでございます。結構このバレンタインマリーは来る印象ですね。うん、はい、ありがとうございます。クラックスティル、ロバート・ガルシア、クラックスティル、チョエス・ユリちゃん、アンディ・ボーガード、両坂崎、二階堂・ベニマル、チンゲンサイ、ダイモン・ゴロウ、はい、といったね、はい、男多かったですね。はい、では20連目いきましょう。ほい、ではいきます。紫お願い、久しぶりに見たい。はい、青、黄色、これはちょっと渋いかな。変わるか。あー、ついに、あー、今回変わりもしない。キング、前はね変わったんですよね。二階堂ベニマル、両坂崎、レオナ、ハイデルン、キムカファン、二階堂ベニマル、ユリちゃん、タクマ坂崎、チョイボンゲ、ブラックスティル、はい、完全なるね爆死といった感じでしたね。前回はね、確実に、赤、黄色でも赤に変わっていたので、今回の方が、前回よりも渋い可能性がワンチャンあるっていうね。では、30連目いきましょう。どうかな。さあ、ここから、よし、赤になった。さあ、ここで、フェスゲン、お願い。やった、久しぶり、ここで引き当てましょう。うん、そうね、オロチね、なるほど。いやー、まあでも、うん、メモリーね、ありがたいですね。はい、これでね、さらに上の段階に進むことができます。はい、まあいいや、まあ紫が来てくれたので嬉しいですね。はい、ちゃん、後半、クラクスティル、ベリーカーン、ユリちゃん、クラクスティル、ジョー東、クラークステル、クラーク多い、ダイモンゴロウ、クラークが4体、すごいな、クラークよく出るね、ほんと、うん、本当に一番クラークをよく見る気がする。はい、では、
40連目。チケットはこれでフィニッシュで行きたいと思います。でお願いします。まあ一応オロチ来たのでいいですね。さあ黄色から、ここから変わることはどうでしょうね。まあここだけね、紫には。それで全力を出し切ったつもり？バカみたい。クリス持っております。はい、まあそんなこいつはビジュアル的にもそんなあんまりね好きっていうわけでもないので、育ててもない感じですね。はい、まあまあいいでしょう。はい、ありがとうございます。ダイモンゴロ、事件数キング、よ坂崎連続ヘビーディー、連続ヘビーディー、いいね。ライアンバトラー、キムカファンというわけで、まあ一応クリスが来たといったね。個人的にはヘビーディー2連続の方が嬉しい。はい、ではこちらね、チケット40連引き終わったので、次はルビーで、で60連引いていこうと思います。はい、それではね、こちらで60連引いていこうと思います。まあこっちの方がね、ギースが当たる確率は上がるということで、まあでもそもそもね、紫が出ないとね、意味がない。はい、では行きます。50連目、本日50連目行きましょう。ほい、ルビー久々に使うな。うん、ずっと貯めております。さあ変わるか、よし変わった。さあピックアップお願い、機能して、おお、やった、おお、すごい2体前回の反動がここで、これは負けないぞ、ここで来ましたね。前回1体も引けなかった反動がここで来ると、いやさすがやっぱりルビーの方がいいのかなね。では見ていきましょう、何が来るのか。では逃さねえぜ。あ、これは、おお、やった、持っていなかったシオンね、シオンさん来ました。こいつは男でしたよね。うん、はい、ゲットでございます。まあこれも持っていなかったのでね、嬉しいですね。はい、いやまあ引きはいいですね。はい、ではもう一体見ていきましょう。はい、アテナからの、ではギースお願いします。自分自身に勝つ、あ、やったそれだけ、やった、嬉しい、来た実はギースよりも嬉しいかもしれない。今んとこね、この KOFAS をやっていて最も好きなキャラクターの一人でございますね。うん、ずっとね手に入れることができなかった。そしてね、ちょっと前といってもだいぶ前、いつだったかな、ね、あの悲願のセレクトチケットでゲットしたレオナ・ハイデルンでございます。で今、ね、欲しいっていうのはメモリーがね、一応覚醒1段階はしているんですけど、その次の段階のためのメモリーが欲しかったっていうのがありまして、めちゃくちゃ今使っているのでね、レオナ、なのでここでゲットできたのは非常に非常に嬉しい、ありがたい、いや本当にありがたく幸せでございます。やった、もうこれだけで今日は満足ですね。まあギース取りに行くんですけど、いやついについにセレクトチケット以外でレオナを手に入れることができました。おー、ようやくね、はい、ピックアップしていなかったんですけども来てくれました、ありがとうございます。やったね。ね、残りちゃんとご飯、アンディ・ボーガード、キムカファン、ロバート・ガルシア、草薙京、キムカファン、ほい、いや今回は当たり10連でございました。はい、個人的には神引きでしたね。はいね、新ファイターシオン、そしてね、メモリ欲しかったレオナゲットでございます。いやーこういうこともあるんだね。はい、ではね、今日はね、前回よりもいい引きということで、はい、続けて狙っていきましょう。あと50連ね。はい、では本日60連目いきます、お願いします。ほい、おい、いきなり赤、さあ期待が高まる。今回はまあ通常星5とね、はい、チョイボンゲ、ラルフ・ジョーンズ、俺です、すいません、いやいいんですよ、いいんですよいいんですよ、もうね、レオナ来たので、はい、
ホーリークリスマス信号ゲットでございます。まあもうメモリーはあったので、まあ次へね進むためのといった感じですね。ここは俺に任せる。ブラックステル、チンゲンサイ、ダーモンゴロ、罰を与えないとウィップ、おーウィップね、欲しいプレゼント当ててみようか。おーメリークリスマスウィップをガチャで引くのは初めてかな。ちょっと前にセレクトチケットでね、エースセレクトチケットで手に入れたので、はい、まあありがとうございます。モリね、またあんたか。はい、二階堂ベニマル、超エースユリちゃん、チンゲンサイ、はい、まあ星5、2体来たのでいい方ですかね。はい、では70連目いきましょう。ほい、さあどうでしょうね。はい、変わるか。よし、変わった。いい感じに赤が来ております。うん、なるほど。最低限は負けないぞ。アンディ・ボガード、二階堂ベニマル、ラルフ・ジョーンズ、極限流の強さを思い知りがいい、リョウ、坂崎ゲットね。メモリーどうだったかな。もしかしたらまだだったかもしれない。はい、ありがとうございます。チャン・コーハン、二階堂ベニマル、クラクステル、ヘビー D、 ブライアン・バトラー、アニ・ボガード、はい、ということで両坂崎ゲットね、まあ最低限でございました。はい、ではあと30連ですね。では80連目いきましょう。ほい、さあどうだ。ほい、青かなら黄色ね。ここから変わるのはなかなか、紫が来るのは厳しいでしょう。赤すら来ない、赤すら来ない。でも見ていきます。ビリーカーン、アンディ・ボガード、ブラックステル、二階堂ベニマル、連続チャンコハン、チョイボンゲ、ダイモンゴロ、二階堂ベニマル、ジョー東、ベニマルが多かったね、はい、では残り20連いきます。ついにねマイレージスペシャル報酬が見えてまいりました。ギース来ないか。はい、ではね90連目いきます。さあどうだ。黄色からの赤にならない、ならないか。もやもかかってはいないが、一応赤になったが通常。はい、上東、チンゲンサイ、ユリちゃん、テリー、ダモゴロ、知らぬいまい、チンゲンサイか。はい、ね、おじいちゃん来ました。メモリー持っていなかったかもしれないといった感じですね。はい、ありがとうございます。ロバート・ガルシア、ドライヤー、真剣数、ラルフ・ジョーンズ、はい、まあ最低限の星5でございました。ついについに来ました。本日100連目、そしてね、このマイレージ報酬の300連目ですね。はい、ではね、最後来たら面白いね、ギースが。そんな奇跡あるかな、あってほしい。では行きます。ではお願いします。ダブルレプケン、どやどや。よし、まずはよし、ここから。さあどうだ。おお、一応来た。何かね、何が来るか楽しみ。はい、知らぬ今井、上東、そしてウッドドゥからは逃げられないわ。今日はウィップがよく来るね。はい、このウィップ非常にいいビジュアルですね。はい、ではね、確認していきましょう。ロバート・ガルシア、ダモゴロ、ラクステル、感じさせてやろう、死の恐怖をな。やったやった、神、奇跡が起きた。本当にこれが言霊ってやつなんですね。このここでね、本日100連目、そしてマイレージスペシャル報酬に到達する300連目でここで地引きできた、地引き網成功、プリティギースゲットでございます。マジか、本当に来るとはね。いや、すごい。いやー、ここで手に入れることができました。もう無理かとね。そりゃ思ってましたよ。
うん、もうマイレージスペシャル報酬で手に入れようという、ね、流れまで考えていたんですけど、ここでピックアップ、まあ、1% ね、さすが 1% 機能してくれましたね、ようやく。いやーかっこいいね、うん、本当に女帝って感じで、いやこれはこれからね使わせていただきます、存分に。ありがとうございます。ダブルレプ剣よかったね、ダブルレプ剣ね。はい、ということでプリティギースゲットいたしました。クラクテル、じゃあ後半上東、ほー引けたそしてマイレージスペシャル報酬もゲット。いやこれはなかなかいいものをお見せできたんではないでしょうか。いやーすごいね、こういうことってあるんだね。まあ言葉にするべきだね、うん。はい、ということで本日はこれで以上となります。どうしようかな、マイレージスペシャル報酬。今回の目的はとりあえずブリティギースだったので、とりあえずマイレージスペシャル報酬で誰を取るかはもう少し考えようかなと思いますね。ギースを重ねて取ってメモリー、ね、確保するか、それともね未承知のファイター、ね、バイス、あとは、ロック、そしてプリティビッグね。まあロックかプリティビッグだな、うん、がこのギースを重ねてメモリーにするかですね。はい、考えようかなと思います。ではここまでお付き合いくださりありがとうございました。非常に、ね、神引き、最後に本当に神引きをお見せすることができて良かったです。では今回の動画は以上となります。いかがだったでしょうか。良ければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ダブルレプリカント。